師匠主の商店協会カプイリは、ベラルーシミンスク州の市である。カプイリ地区の行政中心地であり、人口は2009年の時点で1万500人。市内にはチーズ工場があり、付近にはチョークの交渉がある。年代記における書室は、ガーリチ・ボルイーニ年代記の1274年のルーツク・コームスチスラフがカプイリから パレッシェ軍を進めたという趣旨の記述である。ただし歴史学者、考古学者は11世紀にはすでに都市が建設されていたという説を述べている。また、都市はドレゴービ地族の町を基礎としているとされている。カプイリの白球は歴史学者の調査によって古代の聖地として重要な役割を担っていたと推測されている。また、カプイリという名は 異教の神殿という言葉に由来するという説があり、カプイリの人々の間には、この説の裏付けとなるロマンチックな伝説が伝わっている。カプイリは、スルツク広告領を経て、14世紀には、リトアニア大広告領となった。1395年より、ブラディミラス・アルギルダイティスが統治し、以降は、スルスカス・オレリコ家のナメストニクによって統治された。1612年、 オレリコ家の最後の統治者となった公女ソフィアが死去すると、コップ入りはラジビウ家の所領となった。1652年、マクデブルク法を採用し、また黄金色の地に漁師の角笛を描いた師匠と定期士に関する法を定めた。16世紀には織物業が行われ、ビロード、キット革製品が生産されていた。6つの思工業者ギルドがあった。 1793年、第二次ポーランド分割によって、帝政ロシアに属することとなった。1832年からは、ビトゲンシュタイン家の所領となった。19世紀には、ビール工場、2つの水車、6つの地。1924年に、カプイリ地区の中心自治体となった。第二次世界大戦中の1941年6月29日。 ドイツ国防軍に占領された。大戦前の1939年の人口調査によれば、カプイリには1435人のユダヤ人が住んでおり、カプイリの総人口の27.96%を占めていた。このユダヤ人のほぼすべてがナチスによってカプイリゲットに送られ、殺害された。1984年に姿勢が敷かれ、現在に至る。 1>, 1、2016, 税 2015, 税税。AB、税。コープル、リージョン、ナロード、RU、いげたさだよし、ロア時点 P406、いげたさだよし、ロア時点 P383、ディストリビューションオブザ・ジュイッシュ・ポピュレーションオブザ、USSR1939、エディター、モルデカイ・アルチラー、エルサレム、 1993p384 インターナショナルリレーションズありがとうございます。